皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋拓子です。本日のテーマは、教室の先生向けの講座を作るときに気をつけたい3つのポイントということでお伝えしていきたいと思います。まず、動画を、ね、見た方は、このいでたちに驚くかもしれませんが、この動画はですね、実は、今日ですね、セミナーライブなるものをやってまして、サックスライブですね。それをやり終わって、その足でそのまんま帰ってきて、こちらの動画を撮っているので、こんな状態になってます。 まあ、ただ、こういう姿ってね、撮ってしまえばもうなくなってしまうので、たまにはこういう動画が混じるのもいいのかなと思って、記念で撮ってますので、 そんな感じで見ていただければというふうに思っております。今日のテーマですね。ご質問があったんで、お答え、じゃあついでにお答えしようかなと思って、こちらの動画を撮ってるんですが、教室のね、先生向けの講座を作るとき、要は、それが初心者なのか、非常にね、できている人にさらに上を目指す講座を作るのかっていうのは別として、その気をつけたいね、ポイントっていうのを教えてほしいというご質問が来たので、それに答える形で、こちらの動画を撮っておりますので、そんなイメージでお付き合いいただければというふうに思っております。それではですね、まず、ポイント1、あ、ポイント3つのポイント先に言いましょう。3つのポイント先に言います。1つ目、対象者、その先生のレベル感ですね。これが1つ目。で、2つ目は、認定なのか、商用利用なのかっていう、認定というのは単なる認めましたよ。その力あるのを認めましたよなのか、それも含めて講座を使っていいよっていう権利を与える商用利用か。これもまたね、言葉が曖昧で、ライセンスって言葉とディプロマっていう言葉が、教室業界いろいろと混同されて使ってるんですけど、ディプロマを商用利用可能っていう言葉で言ってる人もいるし、ライセンスまで言って初めてそういう言葉になってるケースとかもあるんで、ごちゃ混ぜなんですが、意図をして、はっきりどっちなのって、ただ教えて、力をつけさせるための講座なのか、教えたものの講座の内容をコピーして、そのまま使って教えていいのかとか、レシピそのまま教えていいのかとか、そういう意味の商用利用なのか、単なる認定講座なのかっていう、このあたりも区分けとして必要なところですね。で、3つ目は、ご自身が未来に向かって、その講座を作った後どうしたいのかを先に決めておく必要があるという。これについてちょっと解説をしていきたいと思います。まずですね、対象者のレベル感。当たり前なんですけど、めちゃめちゃ初心者向けにその講座を作るのか、中級者ぐらいに作るのか、上級者ぐらいに作るのか、当然それは教える方のレベル感とか、教える方の力量っていうのもあるから、めちゃめちゃ歴もあって、作ることができるようなタイプの人っていうのは、当然、難しいのを作っても大丈夫ですよね。だけど、そんなに歴がなくて、簡単な講座を作ることはできるけど、それ以上の講座を作ることができないので、ご自身が、まず誰を対象者にしたいのかっていうことが、一つ受講者のね、レベル感をどうしていきたいのかって、ここ結構大事になってくるところなんですよ。で、このレベル感に合わせて、当然教材を作っていかなくてはいけないので、座学ですね。と、あとはなんか実践みたいな、添削も含めてね、やってあげるのか、オンラインでやるのか、オフラインでやるのか、によっても組み方も違うし、手のかかり方が違いますよね。で、オンラインでやるんだったら、1対、例えば10とか教えられるけど、対面だと3とかになっちゃうとか言うと、当然そこで値段が変わっていっちゃうので、その対象者のレベル感を揃える必要があって、誰から構わずっていうわけにはいかない。で、例えば初心者なら初心者なりきの、中級者なら中級者なりきの講座の組み立てがあります。で、初心者の方は、その教えようとしている講座の中のどのあたりを知りたいかっていうことですよね。技術そのものだけでいいのであれば、そこを多分教えればいいんですけど、その先生になったその人が、技術と集客とか、その実務的なものも両方教えてほしいというと、多分そういう講座が必要になってくるでしょうし、
自分が教えたい人がどのスキルを身につけてほしいと思ってその講座を作るのかっていうのが、そもそも、まあ最初に決めなきゃいけないところになってきて、で、かつ注意しなくてはいけないのは、それができるだけわかりやすく告知をして、わかるように伝えていく必要があるんですよ。でないと、バラバラな生徒さんが入ってくると、教えるときすごく大変なんですよ。レベル差があるから。はい。そういうのも私やったことあるし、レベル感が似たようなレベルの人を教える講座を作ったこともあります。両方あるんですよ。で、両方あるから言うんですけれども、レベル感が揃ってないときはすごく教えづらいですね。この人にはここまで噛み砕いて言って、でもこの人はそれ知ってるから退屈。この人の方に合わせちゃうと、この人さっぱりわかんないみたいな感じなので、オンラインであろうが、対面であろうが、レベル感は揃えないと、結構、教えるのは大変ですね。で、レベル感揃えると人数減っちゃうんじゃないかっていうね、お話もあるかもしれないですけど、わかりやすく、ちゃんとそのレベル感の人を束で集客できるように、講座を作ったり、文章を作ったりが、もしもできるのであれば、そんなに人数減るっていうほど、教室業で教えているような内容っていうのは、習いたい人は少なくないんですよね。だから、絞っても大丈夫っていうことです。はい。てか、むしろ絞らないと、今、そういう講座をたくさん作ってる方が多いので、まあ見てもらえないっていうのがあるので、レベル感を揃えるっていうのは、まあまず第一に大事なことかなというふうに思います。で、二つ目ですね。認定なのか商用化なのかっていう、まあさっきちょろっとお話ししましたけど、単なるあなたの技術はここまでありますよっていうのを、こう、証書に書いてあげて渡してあげるだけなのか、私が教えたものを引き継ぎ、そして教える権利を持ってますよ、みたいな形のどちらの運営にしていきたいのかっていうのをご自身で考える必要がありますね。で、例えば特殊なね、技能とかを持っていて、その技能を私一人だからっていう独り占めをすることによって、価値を高め、めちゃめちゃ高い値段を取ってっていうのを自分がやってるとしたら、そこの認定者を増やしていくっていうことは、当然自分のところに来る可能性も低くなっちゃうじゃないですか。ということは、渡してもいい、その人が教えてもいいっていう講座を渡すことができるタイプの人は、どんどん新しいものをいくらでも作れると思うタイプの人は渡してもいいんです。そうでもしない方に関しては、それを渡したら、自分の食いぶちがなくなるっていう人は、そもそもそういう講座は作らない方がよくて、これね、向いてる方と向いてない方がいるんですよ。どんなにでも泉のように湧いてきて、何でも作れるっていうタイプの人はどんどん商用利用に作って、その人たちを救ったらいいし、当然そのままお商売に使えるわけですから、例えば同じようなレッスン内容でも、自分が苦労して、レシピを作って、で、それを、やってもいいよっていう、簡単にポンって渡せるわけじゃないですか。で、その人はその日からお金になるわけですよね。だから3倍とか4倍の値段しても大丈夫なんですよ。例えば、8000円とかで8432とかっていうのあり得ますよね。なぜならば、4人入れたらもう元が取れちゃうから、習う方としては別に4倍の値段だったとしても、それが本当に集客ができて、本当に役に立つ講座だったら何の問題ないっていうことになります。はい。だから、商用利用をどんどん渡してしまうことができるタイプの自分なのか、それを渡すと自分のところに集客が来なくなっちゃう不安があるような内容を教えてる人なのか、まあ、そこはね、考えた方がいいですね。あと、余談ですけど、もう一つ言っておくと、ここ2、3年ですね。そういう、先生が先生のために、使っていいよレシピとか、ノウハウを渡すような講座がすごく増えているので、自分が作ろうとしている講座、対象者は誰なのかということと、何を教えるのかっていうことを伝えたときに選ばれるかっていうような内容になってるかどうかもちゃんと検証する必要があります。ここも結構ね、大事なことになります。はい。で、三つ目ですね。未来自分がどうしたいのかを先に決めてから講座を作る。
大体、そういう先生向けの先生の講座作っちゃうとですね、どういうことになっていくかっていうと、先生になりたい人、ないしはなっていて、グレードアップしたい人は、技術だけだとそのうち満足いかなくなるんですよ。どういうことかっていうと、集客したいわけですよ。だから、その集客の手法とか、あとウェブサイトの作り方とか、写真の撮り方とか、SNS の発信の仕方とかも大体知りたくなってくるのが通常なんです。で、もちろんそうじゃない技術だけ教えるっていうふうに特化して、そこを貫いて教えるっていうのも全然構わないんですけども、収益性を目指すんなら、そういった集客的なビジネスライクのこともきちんと教えられるということまで知っている方が本来いいです。本来。だけど、やらないっていう手をもちろん選ぶのも全然構わないです。そうすると、その方たちの育つのに合わせて、どんどん上級の講座を用意していかなくちゃいけなくなるので、それが自分が用意しきれるかどうかっていう自分の力量を測る必要があるし、その人たちと触れ合って卒業しちゃって、はい、終わりっていう形だと残念じゃないですか。せっかく付き合って信頼関係もできているわけだから。そうすると、今度はリピート的な部分で月額会員制に誘導するとか、その後ろを考えておいた方がいい。要は、全体設計を先にしてから講座作ろうねっていう、そういう話なんですけどね。はい。でないと、はい、作りました。売りました。あ、卒業近くなってきた。どうしようってことになったりすると、結局その段階でどうしようって言ってる時に、その人が他の講座を見つけてしまって、そっちに行ってしまったら、その人とはそれでお別れになるんですよ。だから、私は新しい講座とかを作るときに、だいたい3手先ぐらいの未来考えて、3つぐらいはその先まであるような状態の中の今ここだよっていう見せ方をして、だいたいいつも設計してますね。だから、その方が卒業近くなってくるような時とかに、もう3つ先まで考えてあるので、それのうち今ここだけど、この講座も一応考えてますけど、どうされますかって言って、行きたいですって言ってから講座作ればいいんですよ。追っかけで作りますけどね。ただ、構想はもともと全体設計を持ってる方が、その後に続きやすいので、未来自分がどうしたいのかを先に決めた上で、3手先ぐらいまで決めた上で、今回の講座を新しく作るとか、そういう考え方の方が多分いいですね。はい。でないと、行き当たりばったりで、講座を継ぎはぎで作ってる人とかも結構多くて、もったいないんですよ。機会損失しちゃうから。だから、最初から先のことまで考えて作っていくっていう、そういう癖をつけた方がいいと思います。はい。ということで、まとめに入りたいと思います。教室の先生向けの講座を作るときに気をつけたい3つのポイント。はい。1つ目、対象者のレベル感を合わせる。2つ目、認定なのか、商用利用可能なのかを自分で決めて分かりやすく説明する。3番、未来、自分がどうしていきたいのかを考えて、3手先ぐらいまで一緒に考えて、今の講座を作るっていう作り方がいいと思いますので、はい、こちらの件、ご参考にしてみてください。それでは。